福井とタツくんのサウジチャンネル始まりましたね。これついにやってしまった。今日は仲間で行こう。今日は一時限定。一時限定で行こう、はい。今日は仲間で行こう。ですね、はい、ついに来ました。来ました。チャンネル開設おめでとうございます。ありがとうございます。皆さん。どうでしょうかこれは。もう一回行くかちょっと名前。はい。の福井とタツくんのサウジチャンネル。気持ちいい。でも何回言っても気持ちいいね。はい、というわけでですね、本日ちょっとニュースタイルということでね、福井くんいつも出てくれて、はい、なんかやっぱり出てくれてるだけで不満をちょっと告げられるんですよね。はい。で今回チャンネル制作しまして、そうです。過去一日限定。過去一日限定でこれ。今日だけな、はい。今日だけは味方でいただけるわ。お願いします。だけどこっちは絶対的な。いや。常に。何言ってんの？常に。ちょっと。なんですか、かっこいい T シャツ着とるじゃん。待って、これさ、ちょっと、なんてやつ、これカミーロさん。おー、カミーロとそれ、ジャスティンのコラボ早いな、今日早いな、今日早いな。なんでジャスティンのマーク、ここできちゃった、ここできちゃった、ジャスティン、ちゃんと見て、ほらここにもほら、ちゃんとカミーロって入ってる。いや、だから、ジャスティンとカミーロのコラボ。いや、違うでしょ、ほら、今日も敵だから。こんな感じ。え、うわ、かっこいい。はい、オッケー。すごいじゃん。で今回あの福井くんとちょっと1日のみのチャンネル作らせていただくんですけど、はい、まあ、ちょっとここから、まあ、海に向かってサーフィンして、ちょっとね、いつもゲストとして扱ってしまってるので、今回ね、いつも通り あの優しく接してあげようかなと思います、うん、いつも通りでは完全にございません。皆さんこれ勘違いしないでください。いつも通りではございません。この2人は1回も僕に優しくしたことないんでね。でも俺この間ノースペースのジャンバーあげたよ。それ言わなくていいじゃん。じゃあ言いたい、みんなの前で。いや、だってそれよく良い良い人になるじゃん。カメラ前に優しくしたらシュプリーム3枚くれる。あ、めっちゃかっこいいなと思って。はい、というわけですね、本日福井くんと最後いくか。せーの、福井とあっくんサウスチャンネル。はい、これ気持ちいいね。何回言うと気持ちいいね。これ今ダサいとか思った人は、うん、これはもう俺がこの小指で倒します。これ行きましょう。よし、とりあえずですね、あの福井くんの愛車で、はい、今回は行きたいなと思います。そうなんです。こちらですね、はい、まあ、今日は名前何ですか。これね、ダンボルギーニってやつなんですけど、ちょっとこれごめん、もう一回やりましょう。もう一回行こうか。これなんていう車なんですか。そうなんです、これあのマットグリーンってやつで、僕のはい、というわけでですね、ちょっと今上向かってるんですけど、隣にいるのが、パーマン2号。あ、もう直さなくていいんだよお前。だってコメントにパーマンって来るぐらいで、もう本当にみんなやめましょうよ、あれやめましょう。パーマン本当なんで新しいの見つけてくるかな。似てるのは認めるでしょ。ちょっと待って、もう一回行こう。ちょっと似てたかもしれない。はい、というわけでですね、ちょっと今上に向かってるんですけど、うん、ゲスト、今回のゲスト呼びたいと思います。はい、パーマン2号来てください。設定が違うだろお前な。これ今日ゲストって記事じゃないでしょ。俺被ったらさ、始まっちゃったよこれ。だいぶ妨害来た今。2号、2号俺やん。2号にしようとしてるからもう本当に。これ今日俺あれだから、うん、メインだから。そうやんな。そうだよ、チームやから。チームなの。もう一回いけ。もう一回いこう。せーの、福井とタツくんの。はい、というわけでですね、今日はあの海に着いたんですけど、サーフボード置いといて、はい、今日暑い、やばい、砂暑い、さあどうやって行く海に。それもし、それを面白いと思えるうちは幸せやなと思って、はい、うん、ってことは俺めっちゃつまんないやつこれ。チャンネル登録よろしく。いや、そんなことより福井くんのさ、はい、今絶好調じゃん、はい、その秘密を暴くためにこの板じゃん。これ乗らしてもらったら途中で。それいいね。だって調子良すぎるんだ今、評判だよカメラマンで。福井くんキレキレじゃんとか言って、俺そうでもないよって言っとるけど。ボリューム上がってる。これね、そうで、ちょっと顔でもだんだんにやけてきてる。いや、じゃあ本気本気。結構ガチですか。じゃあガチで言ってくるから、俺はちょっと嫌だから、そうでもないよ。あの、聞いた、ね、逃さない、俺は逃さない。そうでもない。福井くん人気上がってきて嫌だから、これ嫌だから言っちゃってるから。サイズ教えてよ、こちらのサイズ、うん、あ、こちらサイズですね、58の、で、リッターが 25.44 リッター。結構あるな。結構ある、多分。いや、絶対それ調子いいからさ。そうなんですよ。板に秘密があるよ。これはめっちゃ調子いいです。自分は今回サブドライバーなんやけど、はい、で、これ長さの方が56ハーフのリッターが 24.7、はい、株広い、なんかボテッとしてる感じ。なんか短くしてボリュームつける感じだから、もう結構コナミ用って感じ。そう、例えて言うと、まあ、福井君の体みたいな感じ、うん、俺の体ボテッとして細い、ね、なんつうの。はい、というわけでですね、ちょっと今回はですね、海の中でちょっと交換したりとかしてみたいね。どんな感じなのか。福あると村田嵐が福井ヒロトの板を乗ったら福井ヒロトより上手いのかということですね。そんなわけはないと。どういうこと？ん？どういうこと？これ今話した？今からね。今から、そう。はい、そうなんです。ですね、福井くんのボードと村田嵐のボードを交換して、はい、まあ、乗るということで、はい、あの福井くんのメイヘムは初。俺マジで人生で一回も乗ったことない。メイヘムはマジ。自分もジャスティスはあの乗ったことはない、うん、ない。これ今の流れ結構ある時なんだけど、
だからちょっと1ラウンド目はまあ自分のサーフボードやって、うん、2ラウンド目にちょっとあのお互い交換して、そうだね、あのスキンボードしていきたいなと思います。はい、そういうことです。はい、というわけでですね、ここからサーフィンしていきたいと思います。それでは行きましょう。レッツサーフィン。チャンネル登録よろしく。はい、というわけでですね、これね1ラウンド終わってきたんですけど、どうでした？波は。いや、波ね、あのかなり難しくちょっと苦戦したんですけど、はい、まあでも今回サブドライバーでやったから、まあでもあの乗れないとこからも抵抗できて、さすがドライバー、サブドライバーですね。さすが福井君、ちょっと次元が違う。バックサイド 7.8 だしょ。 7.8 も出ない。いや本当に良かった。サーズやったやつ、カービングえぐり倒したよね、板の割に。あれはマジでヤバかったと思って、後ろから見た感じ 2.5 ぐらいかなって。いやあれ本当良かったよ。スピードで一番つけるときにウイング出す、こうやって、あ、右手で。なるほどね。これ右手か。俺もしかしてあれ、うん、あのランバルギーニとかにさ、後ろについてるテールの羽根、あれテールの羽根。あとレギュラーのカービンの時は右左スタビライザー出す、うんうん、ちょっとあのね、もう今日でやめるわ。じゃあ次はこれを嵐くんに乗せて、ちょっと今回初の、両お互い初なんで、まあちょっと楽しみかなということで。どっちも乗ったことないもんね。はい、というわけでですね、ちょっとサーフボード交換したんで、まあジャスティス、まあ初めて乗ったんですけど、まあでも楽しみですね、初めて乗るから。でも全然いつも乗ると違う形とか、全然感覚も、持った感じも全然違うから、乗り心地も違うと思いますし、あの、EPS も久々なんで、あ、そうなんだ。それはそれで楽しみかなと思います。俺はこういうの乗ったことないな。なんかこういうちょっとボテッとしてる PU は、まあね、メーヘムサブドライバー、あの一番人気のやつ。そうだよね、超乗りたかった。でも一回乗ってみたかったから。一番人気の E だと、人間が一番人気の福井くんのセット。ふざけなしって一番人気だよね。本当の褒めと人気じゃん。これダブルできたら星3やもん。笑えねえよ。いやすごいわ。俺笑ってたよ。プレネ好きだわ。プレネとか言い出したよね。値段つけ始めていけない。じゃあちょっとね、あの本音でレビューしながら感想し行っていきたいなと思います。お願いします。チャンネル登録よろしく。
い、というわけでですね、はい、サーフボード交換してやってきたんですけど、どうですか、ね、後ろから見た感じしか見てなかったけどスピードはあったっす。あった、めっちゃ速かった。普通にこれと同じぐらい速かった。びっくりした俺は。初乗りでメイヘムやったけどよかったっすね。そう、なんかいつも俺 JS とか最初乗る時超詰まるんだけど意外にできたかな。転んなんかびっくりして転んじゃったりしたけど、上のセクションが体重移動とか分かんなくて、なんかいつも以上にテールのこの羽ついてましたね。それ言っちゃまずいし、今真剣な話じゃん。ね、羽の話はしてないんだよ。でもやっぱ福井くんパンチあるからさ、乗れるよ。本当ですか？うん、うまい。乗れてたんすか？うまい。うまい。うますぎた。うますぎた。スピードあるし、パンチあるし。うん。顔かっこいいし。そう。もうやめよ。もう撮影やめよ、これ。で、やっぱ E ペース早かったね。そう、E ペースマジパドルからびっくりした。ね、これもこんなに言わないけど、正直です、E ペースの方がパドル早かったかなと思います。あ、嘘。そうだけど EPS 慣れてないからトップアクションがちょっと難しい。軽くなっちゃうよね、ちょっと。でそうでもないですけど。でも何の話したっけ俺。軽くはならんけど、うん、やっぱりそこはしっかりと板に体重乗せてターンをしていく。さすがです。でもやっぱり EPS ってなんかちょっと浮いてしまったり今日ぐらい風が吹くとちょっとね煽られたりするんで、まあ、いつも以上に体勢低くして意識することが、まあ、EPS 上手くなるコツかなと思いました。ね。はい、というわけでですね、本日もこんな感じで終わっていきたいと思いますね。はい、はい、1日限定、せーの福井とあくんのサブチャンネルをご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしく。